シャーロット・ホーネッツは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロット市に、本拠を置く、北米プロバスケットボール協会のチームである。イースタンカンファレンス、サウスイースト・ディビジョン所属。2014年5月20日より、チーム名を2014年まで使用していたボブキャッツから、現在のホーネッツに変更した。ホーネッツとは、スズメバチのこと。このチーム名は、 現在のニューオーリンズペリカンズがシャーロットを本拠地にしていた時代に使用していた。2014年にボブキャッツからホーネッツに解消した際に1988年から2002年までのシャーロットホーネッツの歴史、チームの成績や記録をニューオーリンズペリカンズから現シャーロットホーネッツのものとして扱われることが発表された。シャーロットホーネッツは1988年に ノースカロライナ州シャーロットに設立された。シャーロットはアメリカ独立戦争時の激戦の地であり、イギリス軍に抵抗した指揮官がこの町をスズメバチの巣と呼んだのが、スズメバチを意味するホーネッツという名称の始まりである。ホーネッツの名は、この NBA のチームだけでなく、かつてシャーロットに存在した野球やフットボールのチームにも使われていた縁もあった。エクスパンションドラフトでは、 マグジー・ボーグス、デルカリーラを指名し、チーム初のドラフトでは、レックス・チャップマンを指名した。創設後数年間は、他の進行チームと同様低い勝率に苦しんだが、1990年に、ケンドール・ギル、1991年に、ラリー・ジョンソン、1992年にアロンゾ・モーニングを獲得すると、放熱の成績は上向き始めた。ラリー・ジョンソンは、 新人王受賞、モーニングは、リーグ有数のセンターへと成長していき、若く才能のある選手を揃えたホーネッツは、未来のプルズと呼ばれた。しかし1990年代のカバーを過ぎると、ギル、ジョンソン、モーニング、ボーグスは、他のチームに移っていき、チームの中心選手は、グレンライス、アンソニー・メイスン、ブラディ・ディバッツ、デビット・ウェズリーらが担うようになった。チームは、 成績勝率5割から6割と検討したが優勝レースに顔を出すことはなかった。2000年にはチームの主力の一人だったボビー・フィルズを交通事故で失う悲劇があった。21世紀に入るとチーム移転の話が持ち上がるようになった。オーナー上自身が起こしたスキャンダルや長年の不審の他アリーナをめぐる問題が取り上げられた。シャーロット・ホーネッツは シャーロット市にホームアリーナの建設を要請していたが、市議会がこれを拒否したことを契機に、チームがルイジアナ州ニューオーリンズへ移転することが決定した。チームは2002年よりニューオーリンズホーネッツと解消した。2002年からシャーロットホーネッツがニューオーリンズに本拠地を変更することが明らかになった後、NBA は2004年からシャーロットを本拠地とした。 新しいチームを発足させることを決定した。ボストンセルティックスの元選手、ラリーバードを筆頭としたグループの他にもいくつかのグループが参加を表明した。最終的にオーナーの億万長者ロバート・ L ・ジョンソン率いるグループが権利を得た。ジョンソンはアメリカのプロスポーツチームを単独所有する初めてのアフリカ系アメリカ人となった。チーム名は 一般公募で寄せられた約1250の案の中からボブキャッツ、ドラゴンズ、フライトが最終候補に残り、ジョンソンがボブキャッツを選んだ。ボブキャッツが同じシャーロットに本拠地を置く NFL のパンサーズのチームメイト、猫家で関連していること、オーナーの愛称がボブであることなどから決定した。2004から2005シーズンからチームは、 イースタンカンファレンスのサウスイーストディビジョンに参入し、マイアミヒート、オーランドマジック、アトランタホークス、そしてワシントンウィザーズと競い合うことになった。NBA はアメリカに29チーム、カナダに1チームの、計30チーム、2カンファレンス6ディビジョンの、現在のリーグ構成になった。エメカオカフォー・ボブキャッツは2004年6月22日に、エクスパンションドラフトを行い、 元キングスのジェラルド・ウォーレスなどの若い選手を指名した。また、トレードを通じて2004年のドラフトで2番目の指名権を獲得し、エメカ・オカ・フォーを獲得している。初代のヘッドコーチは、バーニー・ビッカースタッフで3シーズン務めた。バーニー・ビッカースタッフ HC2004 年11月4日に、ワシントン・ウィザーズと初めての公式戦を行い、103対96で敗れている。 11月6日に対オーランドマジック戦で111対100で初勝利を収めている。2004から05シーズンは18勝64敗、2005から06シーズンでは26勝56敗に終わった。2006年6月15日に地元ノースカロライナ州育ちのマイケル・ジョーダンがチームの共同オーナーに就任し、筆頭オーナーのロバート・ L ・ジョンソンに次ぐ、 保有権を握ることになった。プレイオフ進出を目指すボブキャッツは2007年にはジェイソン・リチャードソンを獲得し、さらに2008年には名称ラリー・ブラウンをヘッドコーチに迎えた。初のプレイオフ進出、編集2010年3月17日にマイケル・ジョーダンがボブキャッツを買収し、ヒットオーナーとなった。取得額は2億7500万ドルで元選手が NBA チームの筆頭オーナーを務めるのは初めてとなる。2013年7月18日に2014から15シーズンからシャーロット・ホーネッツに名称変更することが NBA より承認された。ホーネッツの名称はシャーロット市民に長く親しまれた名称であり、ニューオーリンズ・ホーネッツがペリカンズに名称変更したことでホーネッツの名称が空いたため、 変更が検討されていた。二度目のプレイオフ進出、編集アルジェファーソン2014年5月20日、10年間使用してきたチーム名ボブキャッツからホーネッツに変更することを公式に発表した。解消の際には、ニューオーリンズ移転以前の1988年から2002年までのシャーロットホーネッツの歴史、成績が現在のホーネッツのものとして扱われることになった。 2018年4月8日、球団社長、GM に、元ロサンゼルスレイカーズ GM であったミッチカプチャックが就任した。シーズン終了直後に、スティーブ・クリフォードがヘッドコーチから解任された。2018から2019シーズン新ヘッドコーチに、ジェームズ・ボーレンゴを迎える再スタートを切った。エースのウォーカーが、キャリアハイのパフォーマンスでチームを牽引したが、 思うように勝ち星は伸びなかった。結局シーズン終盤までデトロイトピストンズとプレイオフ出場を争ったが、一歩及ばず39勝43敗のカンファレンス9位でシーズンを終えた。さらにオフには FA となったウォーカーがボストンセルティックスへ移籍した。2019から20シーズンエースのウォーカーの移籍により開幕から低迷した。 しかし前年のドラフトで獲得したディボンテ、グラハム、マイルズ・ブリッジスや、ルーキーの PJ ・ワシントンら若手が成長を見せ、来季以降に期待が持てるシーズンとなった。ノート、勝ちイコール勝利数、負けイコール敗戦数、パーセントイコール勝率太し文字、電動入り選手、優勝時に在籍した、選手、在籍時に MVP を獲得した、選手、偉大な50人。 シャーロット・ホーネッツのチーム記録、ありがとうございます。